西側メゾン彼は南フランスのニームにある古代の建築物でローマ帝国のハントの中でも特に保存状態が良い古代の神殿の一つである紀元前16年頃建設され続く数年でローマのパンテオンの最初の施主でもあったマルクス、ウィップサニウス・アグリッパの手により再建されたそして紀元2年から5年頃アグリッパの二人の息子 ガイウスカイサルとルキウスカイサルを祀るようになった。二人はアウグストゥスの後継者だったが、その頃相次いで創生している。ガイウスとルキウスに捧げられた碑文は中世紀に除去された。しかし1758年、地元の学者寺院、フランスはセグウィアーは、ポルチコのファザードにあった穴の数と位置から、碑文の再現に成功した。この神殿は4世紀に、 キリスト教の教会に転用され、ローマが国教をキリスト教と定めた後に、異教の神殿などが破壊された際にも破壊を免れた。その後、会議場などに使われ、フランス革命期には政府所有の馬のための馬小屋となり、さらに死の子を文書保管庫とされた。1823年以降は美術館となった。そのフランス語の名称は、ここカレロングに由来し、 長方形を意味しており、この建物の外形を指している。正面、メゾン彼は、ウィトルウィウス的古典建築の典型例である。土台は2.85メートルの高さで、幅13.54メートル、長さ26.42メートルの長方形で、当時のローマ都市のフォルムにそびえていた。ファサードはポルチコになっていて、長辺の3分の1ほどの深さがある。 六中式のポルチコで、六本のコリント式円柱が、ペディメントの下に並んでいる。義手翼式になっており、二十本の柱が、内陣の壁に埋め込まれている。柱の上のアーキトレーブは、雨どい代わりの二本の溝で三つの部分に分かれており、その比率は一、二、三になっている。卵矢尻り飾りで、アーキトレーブとフリーズが隔てられている。フリーズには、 ローゼットとはカンサスの浮き彫りの装飾があり、その上に精巧な墓飾りがある。大きな扉の中の部屋は窓がなく思ったほど広くない。今ではここで展覧会が時折開催されている。内部には古代の装飾は全く残っていない。メゾン彼は前提高台に立っている。前提高台とはニームの建築家が彼独特の新しい工夫を図式に、 導き入れたものである。前提高台は広場に望む神殿の基段の周囲を占め、さらに両側面の中廊まで伸びている。これによりニームの建築家は階層的な構成を実現した。また、時代の精神を万全に表すものでもあった。一般に階層的構成は自然の起伏の激しいところに見られ、パレストリーナが最初の例で同じ頃、 ニームやカルタゴにも作られた。この構成と神殿とは最も効果的に合致するものであった。しかし激しい起伏が存在するので実際に工事する上で不便であった。地勢がこうした構成を取らせないで済む場合にはこの考えが生かされていないこともこの事情が説明する。さらにメゾンカレにはローマ人がエルトリア人から借用した気団によって3メートルも高められていた。 従って道内に入るには、あらゆるラテン神殿の場合と同じく主要ファサードの前に設けられた階段を登る必要があった。この建物は何、世紀にもわたって修理されてきた。19世紀まで周囲に隣接する建築物と複合体を構成していた。しかし、ムーゼイデボー、アーツデニームという美術館として使われるようになった、時周辺の建物が除去され、 ローマ時代の姿を取り戻した。ポルチコは19世紀初頭に再建され、その時ローマ風の天井も再現された。現在の扉は1824年に作られたものである。1988年から1992年にも修復が行われた。この時、屋根が架け替えられ、周辺の広場が整備され、ホルムの輪郭が明らかになった。 広場の反対側にはノーマン・フォスターが設計したキャレデー・アートという美術館がある。そこにはかつて1952年に消失したニームの市民劇場があった。この美術館は鉄骨とガラスでできた現代建築でメゾンカレとは対照的だが設計にあたって古代のポルチコや円柱の配置といった特徴を意識している。メゾンカレはパリの新古典主義建築である。 マドレーヌ・ジーニアアメリカ合衆国のバージニア衆議会議事堂に影響を与えている。後者はトーマス・ジェファーソンの設計で、彼は1785年に中フランス公使を務めた時にメゾンカレの石膏模型を作っていた。ありがとうございます。